ごきげんよう。爆財公園から宮崎文隆です。今日は2022年1月の27日木曜日です。今日は昨日に続きましてですね、丸岡町、福井県は丸岡町にですね、日本一短い母への手紙との第1回ありまして、そして第2回がですね、これが日本一短い家族への手紙ってね、そして第3回目が日本一短い愛の手紙ってのね、そしてこれは何なんか6回って書いてますね、第6回は日本一短いふるさとへの思いとかですね、それから日本一短い友への手紙、そして日本一短い、これは8回になってますね、日本一短い私への手紙と、まあこのシリーズは、ずっとあるんですが、日本一短い母への手紙ということで、その本が出た頃にですね、非常に丸岡町の町づくりが非常に面白いので、私もですね、よくこのことを喋って歩いておりました。そして私もその日本一短い母への手紙の中から一番いいのをですね、曼荼羅にして8つ選んでですね、そのコメントもつけて、まあ、喋っていたんですが、これは私の、書いた話し方の起爆剤というのがあるんですが、この中にも載せておりますので、以前にもね、喋ったことがあると思います。気に入っていますのでね、今日はそれをまた久しぶりに、何年ぶりかな、喋ってみたいと思うんですね。日本一短い母への手紙、8つ選んだ中のを紹介します。修学旅行を見送る私にごめんなとうつむいた母さん、あの時僕は平気だったんだよとなるね。まあいろんな子供の心情が、親に対する母親に対する心情がよくわかるんですが、これをですね、私もその頃、まあ全国を講演して回ってたんですが、これは石川県に行った時ですね、仲間がですね、石川県に呼んでくれたんですね。その時ですね、石川県で私の生涯学習の講演が終わった時に、まあ、僕はこの話したんですよ、母親の手紙というのね。終わった時にですね、元校長先生が私のところへ来られて、これを書いたのは私の教え子ですと言われた。びっくりしたですね。いや、こういうことがあるか、こういう出会いがあるのかと思ってびっくりしましたね。そしたら、その時の中学校の修学旅行は120人の中で2人だけ修学旅行に行かれなかった。修学旅行ってのは、まあ子供の時一番こういう夢であり、行きたいという、まあ、憧れでもあるし、うわ修学旅行来たんかというのもすっごい、まあ嬉しかったことも私も覚えておりますが、120人の中で2人だけ修学旅行に行かれなかった。その時の中学校の修学旅行は120人の中で2人だけ修学旅行に行かれなかった。それも経済的理由で行かれなかったという、そのうちの1人が彼であった。これを書いた彼だったというんですね。しかし彼は頑張り屋で夜間高校へ行き、今は近くの町で郵便局長をしているとのことでした。わあ、よかったな、頑張ったんだな、郵便局長されてるんか。面白いですね。これは郵政省のこの関係で一緒にやってますからね、手紙というんで郵便局とも絡んでおります。そして彼が郵便局長ということでしたね。彼は人生で辛い時にはこの時の修学旅行の場面を思い出しては自分に言い聞かすという。と、何と言うんですか。あの時の母の辛さに比べれば、今の自分の辛さは我慢できると。あの時自分はまあ、辛かったけど、あの時僕は平気だったんだよ。平気なわけがないじゃないですかね。あんな子供の時修学旅行行きたい夢、一番憧れ。でも、あの時の母の辛さに比べれば、今の自分の辛さは我慢できると。
自分も辛かったけど、もっと辛いのがお母さんだったというのが、まあ知ってたんですね。いやーいいですね。修学旅行を見送る私に、ごめんなとうつむいた母さん。あの時僕は平気だったんだよ。なんか泣けてくるような。なあ、いいですね。こんな純粋な子供が本当、最近は少なくなったんじゃないかなってのことも思いながら、ああ、いいなと、この自分を思って、印象に残っております。2番目が、母さん振り込みありがとう。これ親父に内緒だよね。きっとバイトで返すから。これも。ああ。わかりますね。親父に言いたくないところがなぜか可愛いんですね。でも、たまにはこれ、母さんに内緒だよね、と親父に言ってみな。間違いなく母の2倍弾むよ。親父の心情もよくわかりますね、これことがね。3つ目、お袋死ぬなよ、いいというまで死ぬなよ、親孝行が全部終わるまで死ぬなよ。早く言ってくださいよ、親孝行したい時に親なしと言いますから。でも今は違います。親孝行したくないのに親がいるって、これも時代ですかね。それでも間違いなく言えるのは、右のことを親に言った人は、ここはすごい気に流しますね。子供が同じことを言ってくれます。たそうですね。お袋死ぬなよ。いい問いまで死ぬなよ。親孝行が全部終わるまで死ぬなよ。たいいね。4番目。私、母親にでブス。娘が笑っているのに、私同じこと。泣いていったのに、ごめんね、お母さん。我が娘も捨てたもんじゃありません。天国に母にすまないけれど、自慢報告を、というですね。5番目、いつの日か最後は私と暮らそうね。嫌でも何でもそういう決まり、約束ね。たあ、いいね。こういう子供さんが日本には少なくなりましたね。6番目。これちょっと辛いですね。あの人と幸せでしょうか、お母さん。父さんは無口を通していきました。複雑な子供の気持ちがわかりますね。7番目。食事洗濯、育児に仕事、ご苦労様です。それでも浮気に気づくとは立派です。これすごいこと書いてるね。女性の直感力と洞察力の素晴らしさに敬意を払うしかありません。はあ、すごいね。食事洗濯、食事に、育児に仕事、ご苦労様です。それでも浮気に気づくとは立派です。そして、8番、最後です。母さんの日記見つけました。毎日のように出てくる私の名前、ごめんなさいね、というんですね。これは親子の縁を切るぐらいの喧嘩をして、東京の大学に行き、そのまま東京で先生になっていった息子に、ふるさとから母が亡くなったと連絡がいきます。びっくりしてふるさとに帰ってきた息子は、母が残していった日記を見つけます。タンスの中から見つけたんですね。喧嘩をして別れた次の日の日記から、毎日のように出てくる自分の名前。息子は日記を抱いて、何も言えない。母さんの日記見つけました。毎日のように出てくる私の名前。ごめんなさいね。ね、今日は福井県の丸岡町の一筆啓上賞の中の第1回目、日本一短い母への手紙の中から8つ私がマンダラで選んでお送りしました。